介するのはこちらの選手です。今度は行った、よかった。 AC 長野パルセイロデリースの大宮レオナです。ミッドフィルダー大宮レオナ選手、千葉県出身で去年9月シーズン途中でパルセイロに加入。ダイレクトプレーが持ち味で今シーズンなでしこリーグ1部でエース横山選手に次いで3得点を決めています。一問一答パス交換、選手のプライベートな話題にセキララに迫りますよ。ご自身の性格は？マイペース。おお。趣味は？趣味はご飯を食べに行くことです。生活の中のこだわりは？こだわり、毎日楽しく笑顔でいることです。長野県の好きなところは？もうみんなあったかいところです。幸せを感じるときは？試合に勝った後のご飯と夜寝るときです。同じ。趣味がご飯を食べに行くこととあったんですけれど、はい、ご飯食べるの好きですか？大好きです。どこに食べに行くんですか？結構いろんなところに、長野市内のいろんなところに行きます。一番多いのはあのたぬき食堂っていう定食屋さんで、すごいもうみんなアットホームで常連なので、優しくて雰囲気がいいんです。いいですよね、はい、癒されますよね。癒されます。とにかく笑顔で楽しく過ごすっておっしゃってましたけど、はい、笑顔でいてよかったなって思う瞬間とかありました？ご飯屋さんとか行っても、またご飯屋さんなんですけど。いいですよ、いいですよ。ご飯屋さんとか行ってもなんかすごいパルセイロのことを応援してくれたり、そこでファンになってくれる方とかもいて、はい、それ嬉しいですね。嬉しいです。大宮選手は平日の昼間はスポンサー企業の北斗で働いているということで、お邪魔します。どこにいるんだ？もしかして？こんにちは、お邪魔します。大宮選手ですよね。すごい制服姿もまた違って素敵ですね。ありがとうございます。今年2月から経理部で働き始め、加工品の在庫や請求書の管理を担当しています。どうですか、お仕事慣れました？多少は。多少は。一つ数字打ち間違えちゃったりすると、もうすごいミスに、大きなミスにつながってしまったり、あ、小さなこともすごい気を使いながらやってます。普段のですね、大宮選手の働きぶりっていかがですか？すごい真面目に黙々とやってくれてます。いつもテキパキしてます。テキパキと、テキパキと。お、会社でも貴重な戦力のようです。さあ、お昼はチームメイトで同じ職場で働く坂本選手と一緒です。美味しそうなお弁当ですが、昨日の夜ご飯です。ハンバーグですね。はい。料理得意なんですか？好きです、作るのは。普段は自炊がやっぱり多いんですね。はい、多いです。おー。ちなみに好きな食べ物って何ですか？お菓子です。お菓子。あれ、もしかして、もしかして、あ、隠してたじゃないですか、今見ましたよ。ちょっとボロボロになっちゃった。大きいね。しっかりとお菓子を用意していました。試合の次の日とかだったら反省、反省したり、もっとこうした方が良かったよねとか、そういうすり合わせの方が多い。でも攻撃側と守備側なんで、守備はどうだったとか攻撃はどうだったとか言ってます。なるほど。さあ、ここまで練習着と制服姿を拝見。私服も気になりますよね。気になる。大宮選手、お願いします。おー、私服で
登場していただきました。今日のポイントは何ですか？今日のポイントはカジュアルです。カジュアルいいですよね。やっぱ楽でやりたいですもんね、はいはい。ネイルが赤なんですけど、結構ネイル好きなので、はい、時間があれば、はい、自分でやってます。そんな大宮選手のターニングポイントとは？本当に長野に来たのがターニングポイントだなと思います。去年のシーズン途中に移籍してきたんですけど、はい、もう正直その移籍する前までのチームでもうサッカーをやめようと思ってたんですよ。あと半年頑張ればシーズンが終わると思って、はい、それでやめようと思ってたんですけど、自分を必要としてくれて、まあ、本当に監督に出会えたっていうのがすごい大きいんですけど、もう一回サッカーをしっかり頑張ろうって思えるような言葉を結構くれたので、一回終わったサッカー人生をもう一度監督が作ってくれたっていう感じですね。チームは今年初めて戦うなでしこ一部で現在2位と快進撃を続けています。大宮選手の今シーズンの目標とは？得点でいうと3ゴールっていうのが目標だったんですけど、もう意外と決まっちゃってもう6位だったんですけど、ここまで来たからには後半戦もしっかり勝つチームにして4位以上いけたらいいかなと思います。大宮選手の今後の活躍に期待です。